あっちゃんおすすめの廃墟、これ昭和の物件。私も初めて。これオープンですよ。うわこれすごいね。これちょっとこれ抜けない？抜けない？ちょっと待って。うん、うわすごい、もう電気が昭和やん。あ、猫が住んどる。うそ。あ、怖いなこれ。これね、気をつけてキーよ。気をつけて今度ね、あの針をね歩かないかんとよ。私は怖い。あっちがでも落ちとるね。こうねうまくね。これさ、なんかゴミ袋にゴミ詰め込んでもおらんくなっとるよ。だよ、気をつけてよ、本当に気をつけてよ。あ、すごい。なんか昭和っぽい電気やん。これすごいね。うん。他の、あ、ここがでももう落ちとっちゃうね。ここが落ちとうけん。あ、そうやね。これ三軒ね、廃墟なんだって。あっちゃんが行きたかったけど行けなかったからね。今日一緒に。よっしゃ。これ手前、あ、手前。手前入れんの？こっちも。これ開くの？ここはちょっとどうかな。これ。ここはちょっとなんか。これどれが玄関？玄関ないよ。あるの？玄関ないよ。あ、あった。てか玄関。あー、打ち付けられとるよ、ほら。あ、本当ね。怖い。これもう入らんよ。しかもほら、これダメや。奥やね。あ、これさ、こっちからなんか。さっきの、わっ、古いねこれ。すごいね。これいつで終わっとっちゃうのね。あかんね、あかんね。取れますかこれ。ほっ、ちょっと待って、奥はどうやって行く？奥どうやって行くのこれ。こっち。あ、一回降りないかんの。すごいねここ。ゴーストタウン。やばいね。よこんなんでも見つけたね。見つけたね。これあ、すごいねこれ。てか全部覆われとる。これすっごいよ、ちょっと。すごいね。え、あっちもなんか、え、これどっから入るの？これどっから入るの？うわかね、あっちゃんどこから開けるんですか？ここ開けるかな。これ開きますか？っていうか、こんな玄関初めて見て。これすごいね。開けないよ、オープンじゃないよ。どっか、怖いね。あ、何？見てキッチンがある。でーん。いや、すごいよ。ちょっとあの水道の蛇口が古すぎる。これでもあそこ入れるかな。これ絶対、でこれ絶対、だってもう見るからに許そうやもん。ほら、これ絶対やばくない？いや、これやばいよ。いけるけど、これぐらい、うわ、すごい、ちょっと、これさ、ちょっと、これ、やばいよ、ちょっと、やばい。すごいね、ここ。すごいやろ。あ、すごい。すっごいね。これ、開くとかな？石が置いてあるね。あ、意外になんか多分向こうからもしてやるね。衣装伊藤健ね。ここもなんか赤字の扉かな。ないね、あかんね。ちょっとやばいけど。あ、そっち？そっちは何？
ところの、あ、これさっきのところの、さっきのところ、あ、これ風呂場があるよ。風呂場がある、風呂場。ちょっとねえ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 、これめっちゃ狭いよ。来て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 、これこれやばいって。ほら見て、この風呂場の狭さ、ほらやばい、これこれマジやばい、ほらすごいよ。もう一人入ったらやばいもん、ほらやばい、立って入らないかんぐらい、これやばいやばいです。ちょっと、はい、トイレがありましたか？トイレ、どうせボットンやろ。いや、なんかよくわからんけど、あー壊れとうね、壊れとるね、なんかすごい壊れとうね、これすごいね、ここあっちは向こうは、なんか奥は物がでもないね、物がだよね、物があんまり残って、あ、これぐらいはね、匂いない方。うん。ね、物がないよ。物はないね。うん。物はないけど、多分さ、これ上がったら、なんか落ちそうやね。落ちるよ、多分。絶対落ちる。うん、絶対落ちるよね。あっち部屋なんやろ、なんか。よし。ここなんやろ。あ、キッチンだ。キッチン。キッチン。ほら、キッチンですよ、ほら、いい感じ、水色で可愛い、水色の可愛いキッチンです。あ、怖い、ちょっと染み落ちてきた、なんかあるよ、なんかある、あ、これさっき入れんかったとこの家やん。古いね。あ、きしゃれー。なんかすごいよ。いや、私も本当十何年間で初めて見ましたね。すごいね。どうでしょう。うん。これがこれぞ廃墟でしょ。廃墟、そう。物がもっとあったらさ、うん、面白いじゃん ね。なんか当時のものとか、うん、もう全部多分持って出とうけん。でもあの電気のカバーのね、柄がね、なんかほら昭和っぽくて素敵よ、これほら。昭和や。ね。へー、すごい家が。でもさ、このまま残しとうけんすごいよね、これ。もうどんぐらいやばいって、本当にやばいよ、もう屋根がね。あっちゃんには似合わんね。来るうちのチーム。いや、これすごいよ。こんなところにトイレが捨ててあります。トイレはちょっとすっごいね、これ。これ三軒ともやんね。すごいね、これ。やばいね、なんか廃墟通りやね。すごい。